こんにちは。速稼塾の久保です。さっきたまたまですね、YouTube で見かけた動画が、非常にね、聞き入ってしまったというかね、もう、引き込まれてしまいましたね。それはですね、看護師をされていた方が突然寝たきりになってしまって、で、それを機会にピアニストになるっていうね、そういったストーリーなんですよ。看護師さんになるってことは、相当な勉強して看護師の試験を受けて現場に立つわけなんですけども、若く見積もっても20代の前半とかで看護師さんをされていたわけですよね。で、そこから転身して、一転ピアニストになるわけですね。しかも寝たきりでですよ。これがどうしてそういうふうな意思、決断に至ったのか、そしてどんな方の協力があったのか、どんな絶望があったのか、それをこの17分前後の動画で拝見するにね、私はまたね、新しいエネルギーをもらったような気がしますね。ぜひね、この動画、概要欄に貼っときますので、ご覧いただきたいと思います。この方はですね、星野希望さん、星野のぞみさんっていうんですかね。この複雑な病気なんですよ。でも、立派に120曲以上の曲を出されています。とっても素敵な方じゃないかなと思います。皆さんもね、よろしかったら応援していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。